手荒な真似をして申し訳ありません。どうか少しお休みください。お主、ご心配には及びません。待て、マスターは弱っておられる。そのせいで判断が鈍られているだけです。あとは私に任せていただければ。待つんじゃ。大丈夫か、二人とも。なんとか。けどチャクラ切れでしばらくは動けそうにないわ。うん、そうだね。サラダとボルト大丈夫かな。あとはあいつらに望みをかけるしかねえな。くそ、体が動かねえ。過去を倒したからって調子に乗らないでよ。私はあいつみたいに甘くない。楽しいことしてあげる。今からあんたたちは私のお人形になるの。私、人間のものなら何でも欲しいの。だってそれを手に入れるたびに人間に近づいたって感じるから。でもね、本当に欲しいのは人間そのもの。けどあんたたちはあんまり素敵じゃないのよね。だからお互いに殺し合うなんてどうかしら。俺とその目は使わせないわよ。あんたは仲間が血みどろになって死ぬのを見てなさい。さあ始めましょう。簡単に操られるなんてサラダらしくねえんじゃねえか。あんたこそ。ボルト避けて。無理無理無理。楽に殺したりはしないわ。だってせっかく手に入れたお人形ですもの。簡単に壊したりしたらつまらないでしょ。大丈夫か、サラダ。あんまり大丈夫じゃないかもね。仲間同士が戦うのってこんなに面白いなんて。あいつらは人間と同じように喋って考えて個性があるみたいに俺には思えた。それではマスターは私たちに死ねというのですね。
忍びたちの身代わりにと作ったものが、いつの間にか意志を持ち、そして命をも願ってしまったということか。ああ、これが。はい。いいか、今後は大野貴様がお前のマスターだ。仰せの通りに行動しなさい。はい、マスター。何なりとお申し付けください。名は何という？まだありません。おう、名は必要じゃぜ。意志なき者、空っぽ。おう、名は空。お主の名は空じゃぜ。空。お主は今日からわしの手足となり、人の命を守るために力を尽くすんじゃぜ。はい、マスター。さらに安泰な作られがほどなく完成いたします。我が対岸が成就する日も近いな。パコ、黒曜、石英、キララ。この者たちは今日よりマスターの対岸を果たすため、手となり足となり働きます。何なりとお申し付けください。やめやめ、堅苦しい。これじゃからお主らは加減がわからんで困る。さあ、顔を上げるんじゃぜ。これからお主らはわしに代わって、理想の世界を作るために働くんじゃぜ。小槌よ、もう少しじゃぜ。もう少しでお前が望んだ世界になる。わしが間違っておったのか。なあ小槌よ、愚かな、そして罪深いことをしてしまった。空をこのままにしてはおけん。おお、どけ、わしの命が聞けぬか。ねえドクター、心臓が手に入ったら僕たちも人のように生きられるのかな。いいえ。え、むしろ人以上の存在になると言ってもいいでしょう。寿命は人のように長らえ、力は人よりも強靭になる。けどそこに興味はないな。ただ僕は大切な仲間を守りたいだけだから。しばらく休みなさい。あとは頼みます。さっきアクタから連絡があってね、黒曜と加工が倒されたって。あの二人がいなくなったって聞いて、なんか痛むんだ。ここがさ、ここには何も入ってないはずなのに、もしかして僕寂しいとか悲しいとか思ってるのかな。自分でもよくわからないんだ。でも痛いんだよね、ずっと。心臓を手に入れて人間にもっと近づくことができたら、もっと痛みはひどくなるのかな。心臓があればそれで人間に近くなれるわけじゃない。え、心臓は心じゃないからね。
心臓が完成したら新市街に届けるようにと、クー様が。ああ、あともう少しで心臓を取り出す準備が整います。もう間もなくだと伝えてください。みんなはどこだ？なおのこと、ここからすぐに逃げないと。待て、大野木様を助け出さねばならん。だが、情けないことに俺は動けないだに。石を代わりに行ってくれんか。え、僕がですか。はあ、佐渡の忍びは皆拘束されてしまってる。頼みの綱はお前だけだに。そんな無理ですよ、僕にはそんな力あります。無理だよ、今まで一度も。言い訳あるか。わかりました。頼むだに、石器。三代目を助け出したら迎えに来ます。それまで待っていてください。ばあちゃん、俺必ずやり遂げるよ。できたよ、心臓が。はあ、行こう、クー様のもとへ。あこんなに楽しいお人形遊び初めてだわ。そろそろどちらかの腕を切り落としちゃおうかしら。なんですって。いいことを教えてあげましょうか。ミツキと石英がもうすぐ到着するの。クー様の心臓を持ってね。絶対に見逃せないわ。ミツキにそんなことさせねえ。もうしつこいわね。私もう行かなきゃならないの。残念だけどお人形遊びはもうおしまい。大切なものが壊れるのって胸が痛むわね。そんなの見たくないから、あとは勝手にやっといて。なんだか今の人間っぽい。くそ、待て。どうやって解いたんだ。ここにシャリンガンを移して自分に現実をかけてチャクラを乱したの。でも正直危なかった。急ごう、あそこにミツキがいる。へえ、これがそうなの。ねえ、私たちの心臓もすぐにできるのよね。うん、そのように準備しているってドクターが言ってたよ。やったー。予定よりずいぶん早いな。はい、まずはクー様の心臓のみ急ぎましたとドクターが。そうか、今からマスターの計画を成し遂げる。邪魔をする者は一人残らず粛清する。はい、うん、ミツキもよくやってくれたな。マスターの意志を継ぎ、これからも我らと共に歩もうではないか。
さあ、それをこちらへ。待て！あんたたち、なんで死んでないの？残念だったね。私たちそう甘くないんだよ。俺は美月と話さなきゃなんないんだってばさ。美月、聞いてくれ！ライト、ヘビミカキ。ドソン、泥地獄。おい、クエ！作られは、そもそも人間を守るために作られたんだろ。だったら、岩隠れの忍びや里の人たちの命を奪っていいわけねえ。美月、クーは間違ってる。そんな奴に手を貸すな。お前の言葉になど耳は貸さぬわ。美月、聞けったらさ。俺、お前の気持ち全然分かってなかった。っていうか、お前のことを分かろうとしてなかった。でも今は違う。お前が何を考えてるのかちゃんと知りたい。なんで土の国に来たのか、どんな思いでここにいるんだよ。美月、答えろ。ボルト、邪魔しないで。美月。クー様。ダメだ！ついに完璧な命を手に入れる時が来た。我らは人を超える存在となる。そうなった暁には我らがこの里の、いや、この世界の頂点に立つのだ。何？これが僕の意志だ。私の心臓が。このハマル先生、今は一刻を争います。お願いだから僕を止めないでください。お前、自分のしたことが分かっているのか。すみません。でもまだやらなきゃいけないことがあるんです。全てが終わってから罰を受けます。だから今は。分かった。それでお前はどうするんだ。僕は、僕の意志を貫きます。これだけは忘れるな。何があってもお前は変わらず第七班のメンバーだ。はい。美月。ずっと騙してた。ごめんね。許さんぞ。もう計画は諦めた方がいい。今頃心臓を奪うはずだった人たちは解放されている頃だよ。何？待たせたな、お前たち。四度目、ご無事で。ああ、仮面の忍びのおかげでな。
こんな泥人形にやられっぱなしでたまるか。反撃開始だ。こうしちゃおられん。どいてもらうぞ。ドトン火獣眼の術。ねばならん。ボルト、僕、話は後でゆっくり聞くってばさ。いつき。このままでは。終わらせんぞ。イツキ。次。騙されたよ、ミツキ。ダメだよ、関谷。それ以上無理すれば、君の体が持たない。僕に嘘をついていたくせに、今さら友達のふりはやめろ。違う。僕は君を助けたいと思ってる。次回、ボルト、ナルトネクストジェネレーションズ。ミツキと関谷。助けたい？だったら僕にくれよ、君の心臓を。